はい、ポストに入ってるのはゴミばかりじゃありません。情報が入ってます。情報はいろんな意味でお金にすることができます。例えばこの不用品回収のチラシですけども、まずは私はこの不用品回収のチラシをね、動画にすることによって収入に変えることができてるんですよ。プラスですね、こういった投げ込みのチラシを動画にすることによって、たまたまこの動画を見た業者さんがこの会社だったりしたら、あの感謝をねされますね。あの YouTube で紹介してくださってありがとうございますと、次のビジネスもちょっとね紹介してもらいたいんで話聞いてもらっていいですかみたいな感じで、これが案件につながるってことなんですよ。そして今回なんですけどもね、あのどんなゴミを回収するのかなと、3月28日月曜日ですけども、朝7時から9時までギター、バイク、自転車、まあ主に鉄製品ですね。今鉄の需要が結構上がってますんで、鉄をこうね組み入れた廃材とか、それからこう家庭で出るゴミとかね、産業廃棄物とかを諦めてくれてるんでしょう。確かにリール、釣り竿、これどこに出せばいいのかちょっと分かんないですよね。それからアイロンとかね、キーボードみたいな楽器とか、あと運動器具ですよね。うん、運動器具って大体気合い入れて買うんだけども、挫折してもう邪魔になるんですよ。でハンガーになってたりとかするんですよね。私もね、あのロデオみたいなのがあるんで早く持ってってほしいなと思いますんで、今回出していこうかと思います。そしてこのねポスティングからビジネスが学べます。例えばね、ビジネスのコピーができる部分ってのは多くって、もう回収したゴミを引き取ってもらう業者さんっていうのがね、これはね一つ解決しないといけない問題ですけども、こういうふうにしてチラシを作って、これをね白黒でもいいからいっぱいコピーしてポスティングしていくわけですよ。でポスティングした地区を軽トラックで回ると、やっぱりねゴミが出してあるところって必ずあるんですよ。でそこからゴミを回収する、そのゴミはきちんと分解して分別するとお金になるんですよね。一部リサイクル料金とかいうのが必要になるところがあると思いますけども、それもちゃんと計算してね、あの持っていっていいところと持っていっちゃいけないところとか分けていって、一つのビジネスとしてなるのかなと思います。そしてここにどんなもんだったら回収しても業者さんが損がないのかってことが書いてあるでしょ。下の方にもありますよね。一部有料になりますとか、で見積もり無料ってあるじゃないですか。通常はこれね勝手に持ってってくれるんですよ、知らない間に。でも中には個人的に下に連絡先がありますけどね、こういったものがあるんですけども、いくらぐらいで引き取ってもらえるでしょうかみたいな感じで、見積もり無料みたいな感じで、下の方にはちゃんとしたあのダイレクトレスポンスマーケティングが入ってるわけですよ。でこういうことがいろいろと見て取れると、何を言えば裏が白ですよね。裏はちょっともったいなかったかな。まあでもね、片面印刷っていうのがコスト的には安いんで、で両面印刷ははっきり言ってね、あの嫌われるんですよね。だから片っぽも白いからこそ、こっちだけに集中して見ていただけるってことがありますので、ね、やっぱりこう片面でよかったかというところでございます。こういったゴミのような情報からちゃんと有料のものを引き出していって、それをちゃんとお金に変えていけるっていうのがビジネスだと思いますので、ポストに入っているものがゴミと見るのか札束だと思うのか、これはもう皆さんの解釈次第です。私はポストに入っているものはゴミとは見なくて、全部札束だと思ってるんですよ。もしくは小銭だと思ってるんですよね。だからしっかりとお金に変えていこうと思って今回も動画にしました。ね、この動画再生していただきましてありがとうございました。数円になってると思います、これでも。はい、以上です。